ゴルフ業界を盛り上げよう。何それということで始まりましたテキーラーゴルフ。ここまでできましたと、はい、でもこれだったらまあ簡単だと思うんですよ、はい、なんせだってもうちっちゃいし、うんうん、ここまで上げるからゴルフって難しいと思うんですよね。そうですよね。どうなんでしょう、はい、その辺。はい、じゃあその辺じゃあ説明していきましょうかね。はい、はいはい、それでは、うん、もうね、実際このクラブの動きってここまで正しく、うん、今みたいにこのシャフトが水平から水平ぐらいまで動かすことさえできれば、はい、あとはね、何勝手に上がる。絶対嘘だ。勝手に上がる。嘘だ。本当に。で、それは、うんうん、まずはね、シンプルに言うと、うん、クラブって、うん、まあその勝手にね、はい、勝手に？そう、勝手には勢いっていうものがあるわけですよ。あ、はい、ね、そのために先ほどこの体の動きをこう、はい、練習したでしょ。うんうんうん、この動きしました、しました。ね、この動きはもうだから本当大事ってこと。そうですね、結局はそのスイングをシンプルにしていくためにこの動きを思い出してください。はい、ね、思い出しました。それでまずはですね、なんとなくここからここの動きが理解できたら連続で振ります、はい、このように連続で、うん、連続で、ね、連続で振って、もうこのあとはクラブが勝手に行きたい方向を邪魔しないで上げるだけなんです。トップまで。そしたら勝手にトップができるってことですか。いいポイントに上がってきます。まずは。そう。本当にこれがよく考えてみると、例えばこの動きから突然ね、例えばじゃあここからこうやって上げたら、ああそれは、うん、そうでしょ、うん。でもじゃあそれが今度は逆にここから急にじゃあクラブを低い位置に上げると。うん、まずバランスが取れない、あ、耐えられない、うんうん、結構早く上げるってことがポイントなんです、うん、結構そのスピードをまずは出してあげるってことがポイントで、はいはい、意外と皆さんそのバックスイングを確認するためにゆっくり上げてる方が結構多いでしょ、うん、でもここの動きさえ決まっていけば、例えばじゃあここで動きがこっちに上がってたりこっちに上がってたりしたら、うん、そのままやはりいい動きにはならないですね。もしこっちに上がってたらこう上がるし、うん、まあ、そのままこういろいろ修正しないといけないんですけど、はい、ここがやはり大事なので、この腰から腰の動きが大切で、うん、この動きさえ決まっていけばこのまま本当に結構勢いよくこのクラブに任していけば、クラブの動きに任していけば実は勝手にいいところに上がってきます。でもしそれがうまく感覚がつかめない方はこう両手でまずスイングするじゃないですか、うん、で最後このまま少し勢いをつけていこうとした時に右手、あの左手を離してください。こうやってこういう感じで、あー、綺麗。そうで、それでピタッとこのシャフトが水平の位置に来るところで止まってあげる、こういう感じで、はい、まあその時に絶対クラブ離さないでくださいね。離さないでください。あ、うん、結構ね、意外と難しく考えすぎで、もうクラブの感性で絶対こう左右に意外フォローから振ってると、でも勝手に上がるじゃないですか。あんまりその上がった時に変なところに上がらないと思いますね、うんうん、これが変にこうそこから上に上げようとしますか。す、逆にこうしないしないです。この左右にそう連続でこう振っていって、フォローから振った時に自然にそう上がるじゃないですか。はい。そう。え、トップできてます。そう、だからこれで見えないんですけど。そう、できてる。できてます。そう、あのトップっていうのはいかにパッとこうここで止まった時に、はい、だいたいその手の位置で言ったら頭よりも右側にある状態ですね。体はしっかりと90度回って、それに対して、まあ、時計で言うと手の位置が、まあ、10時から11時ぐらいの位置に手元がある、うん、それがトップの位置ですけど、その位置でパッと手を止めようとしたら勝手にいい位置に上がる。そう、それはちょっと行き過ぎ、うん、それをイメージは 10時ぐらいで止めてあげる。そうそう、10時から11時ぐらいで、うん、
うん、そう両手で持ってるとここまでしかいかない、うん、そう離すとこっちまで、うん、それはもうね手の運動量が強すぎる。あ、まあ、あのでも別に両手で大丈夫です。ちょっと逆に難しいかもしれない。でもなんかここまでの意識はフェンス考えられるんですけど、もうこっから飛んでますけどいいんですか？全然いいです、全然いいです。あ、全然いいですか？でもそこである程度イメージしないといけないのは、うん、先ほど言ったようにこうクラブって斜めにこう上がってくるわけですよね、はい、斜めにこのまま、はい、上がっていきます。斜めのラインに対してフェース面がずっと直角になってるイメージは絶対持っておいてほしい。上がった時にこのクラブがいろいろとこう斜めに上がっていきます、うん、その動きにこのフェースの面はずっとこう直角に上がってるイメージだと、うん、結構そのまま面が変わらないです。はい、それでいろいろこう注意点っていうのはもちろんその中でもあるんですけど、はい、そこで極力、これはあくまでも極力なんですけど、右手をこのまま、まあここまではある程度伸ばすことはできますと、はい、でも当然ここから右そのクラブの勢いで上げていくと右腕は自然に曲がるんですけど、はい、うんうん、自分の感覚としてはほとんど曲げてないつもりで上げると、もうずっとこの腕と体のこの三角形を崩してないつもりで上げてほしいんです。伸ばしたまんまトップまで持っていくように、そう、伸ばしたまんま11時手元が11時ぐらいのポジションまで。これ結構伸ばしてるつもりだね。でもそれでも勝手に、そう、勝手に曲がる。でもそれが結構ね、右腕を簡単に曲げてしまう人ってそこでフェース面が結構ずれたり、当然そこからクラブの動きが変なところに上がったり、その要は軌道が突然変わったりするので、なるほど、そう、でも本当にこのままのイメージで、このままのイメージでこのクラブの行きたい方向こうやって振ってると、だってこう振ってるわけですから、うん、こっからこっちに行きたいわけないですよね。クラブの動きってこうやって左右に結構スピード出して振ってるのに、こっから絶対行かない絶対手でやった絶対手でやったでしょ絶対手でやった、ここから、そう、絶対手でやったよね、これ絶対手でやった、これはもうヘリクス、いやもう勝手に行ったらここに行くっていうのはもうこれはもう絶対ヘリクス遠心力っていうものがかかる、その、うん、遠心、クラブには必ず左右にこう振ってると、うん、遠心力っていうその外側にね、はい、引っ張れる力が発生する、うん、でもちろんクラブをこうまっすぐ動かしてたら話は別ね、まっすぐ動かしたらそのままこっちに行くかもしれないけど、うん、先ほど言ったこの本当に腰から腰までの法則をちゃんと守っていけばクラブっていうのはそのまま斜めに後方に上がっていきますから、うん、そう、そこであのポイントは本当に早くね、自分の中で結構素早くこう動かして、例えばフォローからこちらからスタートして1,2,3,4,5ってこう上げた時に、ここでピタッと止めて、でこれでちゃんとバランスよく止まれてるかどうかっていうのをチェックしてほしい。ピタッピタッ、そう、その早く上げた時にピタッと止まれるバランスっていうのが一番いいポジション。これが、ね、例えばじゃあこうやって、あー、ずれたら早く動かした時に、そうそうそう、そうすると止まれないでしょ、うんうん、でそれがじゃあ頭とかが起き上がっても、極端にこうやって起き上がっても、あー、後ろに、そう、止まれないし、うんうん、そうするといろいろ自分のいいポジションっていうのが連続で振ってることによって確認できるようになります。なるほど、うん、これはまあやってみると分かってくると思います。分かりますね、うん、なのでこれが一番、はい、その考え方としては僕の中ではシンプルだと思ってます、うん、あんまりそこでどういうふうにクラブを上げていこうって感じを覚えるよりは、もうある程度勢いで、確かにシンプル覚えていった方が、そうするとそれがまあもちろんじゃあここからスタートしなくても、少しずつじゃあこっちに勢いをつけていくだけで、うん、ポジションを覚えるようになってきます。うんうん、確かにシンプルです。そうでしょ、ここですってやるよりは、なんかこう結構ね勢いで、
そう早く上げるってことがポイント。その早く上げた時に、うん、本当に自分の体が安定したポジション、要はバランスが良ければピタッと止まれるんです。これが変に後ろにかかと側に乗りすぎたり、うんうんうん、つま先側に行きすぎたりするとやっぱり止まれないでしょ、うん、こう止まれね、連続で動かした時に、うん、これがなったりね、こう変にこうかかとに行きすぎても止まれないし、うん、だからこの体を動かすこの動きをちゃんとベースに、うんうん、まあ当然こちら側も同じような動きになってますよね、うん、そうか、そう、そうするとこう左右対称に振る感覚っていうのも分かってくるので、そう、うん、止まれないですよいやフィニッシュは、ね、止まれなくても大丈夫大丈夫、それだけすごい今遠心力が、あ、そうか、まあ、今雪の先輩はね鍛えてるからね、鍛えてこうスピードも出すトレーニングをやってるから、うん、でも連続で振るっていうのはすごくね僕は大切だと思ってます。なるほど、いいです、大丈夫ですか、はい、わかりました、ということをちょっと、はい、僕はだから最初は作らない、そう、うん、もう作るとするとやはりその腰から腰です、うん、そこをやればあとは勢いつけたら勝手にトップみたいな、そう、うん、そう出れます、うん、うおすごい、そう、それでボールを打つ練習をしてもらえればはい、わかりました、全然バッチリ、なるほどね、はい、やってみてください、はい、ぜひ皆さん練習してみてください、はい、はい、フジモンティの本なんですけど、はい、それはいつ発売でしたっけ、はい、今のところ5月27日に発売予定です、はい、まだちょっと予定なんですけども、はいはい、皆様あのぜひ発売をお楽しみください、はい、じゃあ概要欄に貼っておきますので、はい、よろしくお願いします、お願いします。この動画が良かったなと思った方グッドボタンと こっちでチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それではチェケラー。チェケラー。